はい、今回はルルカのね、YouTube 動画が著作権侵害の対象になってしまった件に関しての続報をお伝えしようかなと思います。まあ、どんな内容かっていうとね、前回の動画のリンク貼っておくので、そちら見ていただきたいんですけれど、ルルカがね、アップしたデッドバイデイライトの動画に関して、テレビ東京さんのコンテンツなのかな、多分、の東京 e スポーツさんから、このね、動画内に、東京 e スポーツの権利が絡むものが入っているので、その動画に関しての広告の権利とかをいただきますよっていう申し立てがありました。それに関してね、こちら側、その申告された側としては、YouTube 側がね、それがもし違うんであればね、申し立てしてくれよっていうふうに反論することはできるんだけど、基本的にその反論する場合に関しては何が必要かっていうと、そのコンテンツに関して全て自分のコンテンツであることが必須みたいなことになっています。なんだけど、正直ね、ゲーム実況やってればわかると思うけど、その喋ってる内容だったりとか、ライブ中のね、実況部分に関してはもちろん自分の権利になると思うんですけれど、コンテンツ全てが自分の権利かっていうと、例えば今回で言えばね、デッドバイデイライトっていうゲームをやっていたので、デッドバイデイライトのキャラクター等々に関してはもちろん自分が権利持ってるわけもなくて、そうなってくると、異議申し立てすることもできないなと思っていて、どうしようかなっていう、最悪、泣き寝入り、もしくはね、YouTube 側に聞いてみるだったりとか、テレビ東京さんに問い合わせ直接する。もしくはルルカの場合は、ウームネットワーク入ってるんで、そちらの方に相談するっていう感じで、何らかの対処はしたいなとは思っていたんだけど、最悪泣き寝入りかな、みたいな感じで思っていたんですけれど、意外なことにね、会社の担当の方からコメントがありました。お、マジかと思って。で、何来るのかなと思って、ルルカが、著作権侵害した場所に関してちょっと詳細とかが来るのかなとか、もしくは、その動画出すなよとかっていうやつが来るのかなとか思って、やべえなとか思ったんだけど、じゃなくてね、ちゃんとしたコメントで丁寧にコメントいただいて、この度はアップロードされた動画が著作権侵害の対象になったということで、大変ご迷惑をおかけしました。はい。なんかね、最初すげえ停止で誤りから来て、なんだろうと思って、著作権侵害の申し立てについて、我々が意図したものではなく、弊社側でも調査中いたします。だから多分調査いたしますかな。っていう感じのコメントが入っていました。マジかと思って、本人登場だわと思って。ルルカも普通にね、返事のを返して、コメントありがとうございます。調査結果お待ちしていますの後に、昨日なんだけどね、この度は大変ご迷惑をおかけしましたということで、今回の著作権侵害について、弊社側でも原因は不明となっておりますが、ということで、不明だったようです。なんでしょうね。何が原因かが今回わからないんで、すごいモヤモヤする部分ではあるんですけれど、さすがにね、権利侵害の項目については解除しておりますので、改めて著作権の項目についてご確認いただければ幸いですってことで、ルルカが権利を侵害していなかったってことに関しては認めていただけたようです。怖いっちゃ怖いよね。先ほども言った通り、YouTube、著作権侵害。で、テレビ東京からデッドバイデライト、動画に謎の著作権侵害、申し立てされた件に関してっていうのをアップしたからこそ、向こう側も気づいてね、こういうふうに対応してくれたってことなんだけど、多分これ言わなければ向こう側は気づかなかったと思います。わかんないけどね、ちゃんと毎日確認していて、著作権侵害ね、実際に当たってないようなものがあった場合は、人の目視で判断して対応してる場合もあるのかもしれないんですけれど、多分こうやって動画にしていなければ気づかれなかったことかなと思います。その場合って、その、動画で上がってくる広告代金っていうのは全部テレビ東京さんに入るっていう状況。で、なおかつ先ほど言った通りね、自分にこの動画の権利あるよっていう風に言いたくても、異議申し立てしたくても、その異議申し立てに関しての項目として、コンテンツ全てが自分のものであるっていうのが大前提になってきちゃうんで、今回のね、ゲーム実況に関しては多分 100% 無理だよね。ゲーム実況のゲームの中のコンテンツの権利を全て持っている方っていうのは、本当ゲーム作った方とか、ゲーム会社公認の方とかかな、だから。ゲーム会社から頼まれて、その実況をしている人とか、いますよね、中には。影響を受けてとか。そういう方であれば、多分内部の権利全てを持ってるっていうのは可能だと思うんだけど、普通に、一般的なゲーム実況されてる方であれば、全ての権利を保有してる方っていうのは、皆無なはずなので、今回みたいな件でね、もし理不尽に権利侵害、あなたはね、著作権の権利を侵害してますよっていう風に訴えられて、それがね、もちろん ゲームを作ってる会社さんだったりとか、権利を持ってる会社さんがしてくる分には、当然の権利なんで、やべ、やっちゃったな、やらかしたな、みたいな、申し訳ないっつって感じで、そのね、ゲームから出てくる収益を持って帰るのであれば、それはそれで仕方ないし、広告を一切入れちゃいけませんよっていうことであれば、広告が入んないのもしょうがないし、最悪ね、この動画に関しては削除してくださいとかって言われたら消すしかない。これは当然なことだと思うんですけれど、今回みたいな件がね、まかり通ってしまうと、別にね、テレビ東京さん今回適切な処置してくれたので、別に何も責めるつもりは何もないんですけれど、今回原因が分かんなかったってことなので、同じようなことがね、起きるって可能性は十分にあると思います。そうなった時に、どうすることもできませんよね、基本的に。
なんで、まあ、すごい怖いなと思って。これって実際これテレビ東京さんは悪意があってやってると思いません、全然。まあ、この対応も良かったからね。と思うんだけど、実際に以前あったんですよね、こういうのが。どういうのかっていうと、実際は権利を持っていない人が、まあ、いろんな動画に対して、うちが権利持ってるやつ勝手に使わないでください、みたいなのを申し立てする。申し立てされた側もね、まあ、自分に何も悪い部分、等々がなければね、まあ、反論したりとか、そういうのすると思うんですけれど、まあ、基本的にね、まあ、その音楽勝手に使っちゃってるとかって言われたら、やべ、これやっちゃったのかなって思うのが、まあ、基本だと思います。まあ、この音楽本当は権利あったんだ、みたいなね、知らない方だと。だそうすると、まあ、しょうがないな、権利、向こうのものだから広告持って帰っても仕方ないな、みたいな、泣き寝入りしていたんですけれど、実はね、その会社さん、何の権利も持っていなかったっていうね。何の、その著作権に関する権利も持ってないんだけど、勝手に申告して、で、それの広告代をもらってたみたいなのが、以前実際にあったんですよね。っていうので、まあ、そういうの知っていたんで、いや、今回ちょっと怖えな、とか思いながらやったんだけど、まあ、今回に関してはね、東京 e スポーツさんが、まあ、直接動いてくれてね、対応してくれたんでよかったんですけど、っていうことになりました。まあ、ただね、すごいね、疑問なのが、まあ、この東京 e スポーツさんのページ行っちゃおうかな。はい。でね、こちらが、まあ、テレビ東京さんのね、コンテンツの一つの、東京 e スポーツ、はい、だと思うんですけど、のチャンネルになるんだけどね、でかいコンテンツなのかなと思って、まあ、別にね、小さいとか言うわけじゃなくて、言いたいのなんだけど、一番ね、古い動画がね、多分なんだけど、これ見たんだよ、ちょっと。東京 e スポーツ入って、どういうコンテンツなのかなと思って見させてもらったんですよ。そうしたらね、一番古いのが3週間前なんですよ、動画が。これね、3週間前の動画なんですよ。ってことはまだ、多分、やって1ヶ月も経っていないコンテンツだと思うんですよね、この東京 e スポーツ入っていうチャンネル自体が。ルルカの先ほどのデッドバイデイライトの動画っていうのが、そもそも去年、今年の8月なんですよね。ってことは多分4ヶ月以上前の、動画に対して権利侵害を訴えてきてるんですよね。要は、まだ多分存在していなかった状態の動画に関しての異議申し立てなんですよね。なんで、まあ、それこそ本当何にでもね、申請できるんだな、みたいな。要は自分が存在していなかった、そのコンテンツ自体が存在していなかった時代の動画に対して権利申請ができてしまうみたいな。しかも、まあ、実際にね、そういうチャンネルもある状態でやってるってことなので、まあ、なんかね、すげえ怖いなと思って。まあ、多分ね、まだ始まって1ヶ月くらいしか経っていないコンテンツさんなんで、まあ、ちょっとまだね、チャンネル登録とかは少ないと思うんですけれど、もちろんね、テレビ東京さんの力があるんで、まあ、こっからね、e スポーツの関しての動画っていうのをいっぱい上げていってね、もっと発展するコンテンツだとは思うんですけれど、まあ、なんかね、ちょっと、この最初の状態、まあ、一番最初の状態だからこそね、こういうミスが起きてしまったのかもしれないんですけれど、まあ、ね、ちょっと怖いなっていう。テレビ東京さんのシステムっていうよりも、多分 YouTube 側のシステムでなんか入っちゃったんで、あれだと思うんですけれど、まあその辺はね、ぜひ調整していただきたいなと思います。YouTube の著作権侵害に関しての、まあまあとりあえずね、一つの決着がつきましたので、ご報告させてもらいました。なんとかね、今回の件に関しては丸く収まりましたってことになります。まあ皆さんもぜひね、なんか著作権侵害された際には、一応ね、どの会社さんが、侵害したのかっていうのを確認してね。まあ、その会社さんが持ってそうだったらね。まあ、要はモンスターハンターワールドやってたらね、カプコンからなんか侵害があったとか。まあ、そういうのだったらね、まあ、間違いないと思います、基本的に。なんですけれど、この会社本当に権利持ってるのかなっていう時に関しては、まあ、問い合わせするなり、まあ、ルルカ見たくね、一回動画とかにすると反響があって、なんとかなるかもしれません。ということで、今回この辺で終わろうと思います。よろしければ、チャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいて、ありがとうございました。